江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、渓谷最高の発明品は何ですかねというスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。渓谷最高の発明品、最高はどうだかわからないですけど、どうですか皆さんは。トンスル、おー、なんだろうね。はい、じゃあですね、こちらスレ主の書き込み見ていきましょう。私は次の2つだと思います。ハングルとテンジャンチゲ。何を食べてもいつも食べたい味ですね。一番好きな食べ物の一つでもあります。海外でも一番思い浮かぶ食べ物の一つです。どうやって豆を発酵させて食べることを考えたのか。すごい発明です。注釈、テンジャンチゲ、朝鮮半島の伝統的なチゲの一種。渓谷の家庭料理、一人分の鍋、土鍋、石鍋などの中に水を入れ、牛肉や豚肉、貝類、煮干しなどで下味をつけ、てんちゃん、渓谷味噌、エホバク、かぼちゃの一種、ズッキーニで代用されるヤネギなどの野菜、唐辛子、キノコ、豆腐、魚介類など家庭ごとや地方ごとの具材を加えて煮立てる。日本の味噌汁に似ているが、煮立たせること、具の種類や量を多めに入れることなどが味噌汁と異なる。はい、というね、じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応を見ていきたいと思います。あ、食い物か。食い物じゃなかったらいろいろあったと思うんだけどね。テンジャンチゲみたいみたいなものは絶対グローバル化しにくい食べ物だと思いますが、テンジャンチゲよりチヨングッチャンの方が美味しいです。かっこ笑い。キムチチゲよりはテンジャンチゲがもっと美味しいです。ふふ。あ、これらしい。ああ、そのチャングッチャンっていうのが楓ちゃんなんですか。清麹ひしお、チヨングッチャンとは大豆を発酵させた味噌の一種。日本の納豆のような粘り気と匂いを持ち、これを材料にしたチゲ料理、日本からの観光客の間では納豆チゲとも呼ばれます。豆の風味が生きたスープに野菜がたっぷり入った、家庭でもよく食べられる渓谷手料理の一つ。納豆チゲ。私は温度を選びたいです。あ、温度。明日はテンジャンチゲ食べます。肌寒くなるととても食べたくなりますね。キムチ類もいい発明品ですよね。ああ、渓谷料理が嫌いな息子も、渓谷料理が苦手で嫌だという娘も、テンジャンチゲは毎日食べても飽きないと絶賛しています。今は2人ともそれぞれ一人暮らしをしている。なぜ自分たちが作ったのはお母さんの味噌チゲの味がしないのかと悲しんでいます。40年の経験の味をどうして真似しようとするのか、無理です。ハングル、オンドル、早く早く。文化短所になる時もありますが、長所の場合の方が多いと思います。渓谷だけが賢くて、外国はみんなバカみたいですよね。発酵食品はどこにでもありますが、渓谷が本当に種類が豊富だと思います。ほとんど全てを発酵させるんじゃないですか。肉の種類、あらゆる魚、野菜、全世界の発酵食品がどれだけ多様なのか知らないんですか。胃の中のカエルだよ。どこかに行ってこんな話はしないでください。渓谷が一番だなんて。肉、乳製品、魚類発酵食品は世界中にありますよ、うん、私はキムチだと思います。味噌は入れなくても良い。キムチはないと生きていけません。私はテンジャンチゲを年に一度食べるかどうかなんですが、皆さんたくさん召し上がるようですね。なんかね、キムチは漬けたばかりのものも美味しいし、何年も寝かせて蒸したのも美味しいし、火にかけて加熱して口の中で炭酸が爆発するような時もとても美味しい。適度に火が通った状態でキムチ炒め、キムチチゲを作って食べるとそれまた美味しいし、私には世界で一番美味しい食べ物はキムチ以外ないと思っています。白菜キムチ、からし菜キムチ、美味しいキムチさえあればおかずの心配はありません。おー、はい、ということでね、それではチャットの反応いきたいと思います。全然味も想像つかないんだけどね。じゃあですね、そんなの決まってるじゃん。トンスルだろう、トンスルだろう。他の国には発想すらないもの、むしろトンスル以外やんの、わら。
ハングルって日本人が整備したんですが、お忘れですか？欠陥文字が最高の発明？いろいろ混ぜ混ぜミックスの残飯料理だな。煮立てると風味飛ぶんですが、味噌も日本から伝わったくせに。味噌味の鍋ってこと？ちゃんこ屋だって味噌塩醤油とスープを選べるが、味噌は煮立て垂らせたら旨味や香りが飛んじゃうだろ。貧乏だったのにそこまで種類を入れれたわけないじゃん、わらわら。発酵なん、腐敗の間違いじゃねえの？豆味噌は併合時代に製造し始めただけだろ。それ本当に味噌なの？天ちゃんチゲと納豆チゲは食べたことあるけど、グエックスまずかった。オンドルって単純に一酸化炭素中毒にならないのかな。からシュールストレミングでも放り込んだろか。渓谷料理が嫌いな息子娘、こんなところでも自分の生徒は思わないで責任転嫁、わら。発酵させたんじゃなくて、発酵したものも食わなきゃいけなかったんじゃないかな。渓谷家庭料理は全部赤い、発酵というより腐りかけが近いんだけどな。ああほら、出汁の風味もわからんから。発明品は食品自慢かよ。なんかね、私はこう渓谷の発明品、まあ最高かどうかは別にして、なんかまたファンタジーが入って、ピッチャー、飛車、あの飛ぶ車、この絵文字でもありますけど、とか、あとはほら、なんか渓谷さんが生きてる渓谷最古のなんだっけ、あ、日本世界最古だっけの活版印刷か、フランスにあるやつ、あれを言ってんのかな、あのあたり言ってくんのかななんて思ったけど、全然違ったね。食い物の話だった。あ、ピッチャー、そうです、ピッチャー、そうそう、それ、はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。あ、チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。